は春風すずしでございます。ということで今回は、えー、と音の話久しぶりだねあの新製品というか新製品でもないんだけど新しく買いましたあの機材についてご紹介したいかと思います。ということでドンということで今回はねこのホリーランドさんの、まあ、安い、えー、無,線無線マイクのセットをご紹介したいかと思いますよ。まあ、あの同じような、ね、製品はあの、えー、とロードの ワイ,ヤレス GO ね、ワイヤレス GO が有名ですけれども、えー、それに対してちょっとね安いえっ、ー、とね Amazon のねタイムシールで買ったんでね、えー、2万円ちょっとだったかなで2チャンネル送受信機付きというセットでございますねまあちょっと製品は後で軸量ご,ご,ご紹介しますけど、まあ、こんなふうに、えー、と受信機があって送信機2つでこれが充電の 充電ユニット、充電の箱を入れておくとペアリングから充電まで勝手に全部やってくれるよっていう感じの商品でございます。で聴いてくださっている今この音これがこのこいつの音でございますのでちょっと製品紹介後からやるよって言ってるのはまあそういう意味なんですけどもどうですか音全然悪くねえっすよねあの。とってもいい音でございます。でえー、と受信機でございますけれども、こんな こんなサイズまあワイヤレスゴーのね送受信機はこのサイズね。に対して、えー、とホリーランドさんのやつは、えー、と受信機はちょっと若干デカめでカめで、えー、と送信機はこのサイズなのでちょっと送信機同士を比べてみると言いうこらせえっ、ー、とワイヤレスゴーよりも一回りちっちゃくて軽いという。 になっていますで、えー、とこれは初代のワイヤレス号なので、えー、と今ワイヤレス号2っていうやつになっていて、まあ、受信機が1個で送信機2つっていうやつで,で、えー、と内蔵のメモリーがあってあのワイヤレス5ねあの2ね、えー、とバックアップで使、えー 音を送信機の中でも取っといてくれるので、まあ、電波障害があったとしても、えー、音を救いい出すことがができるよっていうのが売りただし、えー、とラベリアマイクピンマイクは別売りっていうことでまあピンマイクまで両方買うと6万円ぐらいになっちゃうかんね、えー、と純正で揃えるとねまあまあもうちょい高いのかなえっ、ー、とまあまあな値段ですけどもこの、えー、とホリーランドさんのやつは全部のセット。 よこらせ先ほどの送受信機と充電ユニットそれから、まあ、ラベリアマイクが2本そして、えー、と接続ケーブルが、えー、普通の、えー、ステレオケーブル、あのー、カメラにつなぐやつとそれからスマホにつなぐスマホ変換の、えー、とケーブルが全部入ってるつまりね、えー、と2万円、まあえー、通常3万円弱ぐらいかなを買うとまあ 全能性い全,全,全部入っているので、えー、最初の運用が非常に早いということが特徴です。さてはて、えー、実際に使って今見ていますけども、音質的には？プロの録音部的には、えー、好きな音あのー、全然全然いいです。全然いいです。あのー、と思います。あの声もまあまあいいでしょ。あのうん、低音から。 低音から無理して出してる低音から「あれはよかきくいこかきくけこ」で、てこうまでまあまあ,あのきちっと拾ってくれます。でえっ、ー、とじゃあワイヤレス号と比べて「どうなんねん」と「どうなんねん」と同じようなのと比べてねちょっとつなげてみるますのでちょいとお待ちくれお待ちくれお待ちくれ。<laughs> くれ <laughs> まあ、ということでですね次にですね えとワイヤレス GO とこのラ、えー、a ク c 1 5 0っていいますね百ラ r ク1 5 0との音質比較をしてみたいかと思います。ということで今聞いていただいているのがラ、えー、a ク c 1 5 0の音そして今、えー、切り替えますバチッチゅうかな嫌なつなぎ方したけどこっちがですね、えー、とワイヤレス GO の音どうですかねどっちがいいですかああああテストテストテスト。テストテスト

うん、あのマイク差し替えれば同じになっちゃうんじゃないかなマイクの性能差ぐらいなものですねえっ、ー、とえー、さっきも紹介したかなあのマイク自体がこっちはえっ、ー、とえっ、ー、とラークの方は、えー、若干指向性が強いので、えー、そのセッティングによってね音質が変わっていくのでその辺ちょっと調整が必要かと思いますでワイヤレス号の方はそんなに 虫枯性なんでまあまあど,どう置いてもそんなには変わんないんでまあセッティング自体はラークっていう感じですな、ね、えっ、ー、とラークの方がちょっと試行性がある分残響には若干強いかなまああんまりいかないけど若干強いかなという気がしますではですね次に内蔵マイク、えー、と送信機のね内蔵マイクの音質比較今ラーク150の音ですよああ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  こっちがワイヤレス号の音。あゆえをかきくけこ。あゆえをかきくけこ。ああ。で、こっちがですね。えー、ラーク150の音。あゆえをかきくけこ。どうかなうん。あーということなんですけども。まあ、ほとんど変わんねっすよね。ほとんどん変わんね、若干ね、ラークの方が低音が出てるかもしれない。うん。ただ、運用上は同じ。まあ、 ピンマイクの音にしても内蔵マイクの音にしてもまあまあどっちも変わんねえぐらいの感じかな。で、えっ、ー、と、二つの、えー、とマイクの、えー、と風防のね、風防風防がついています内蔵マイクのね。違いなんですけども、まあワイヤレス号の風防は、えー、2になって改善されたんですけど、 1>, 1の方はこれもう2はだれじゃんあのもうど,どうしようもないあの使えないって言った方がいいですな2はカッチンっていうからまあいいらしいっすね。でえー、とこっちがですねラーク150ラーク150の風防はまあこんなこん,こんなこ,こんなのでえっ、ー、とこのえっ、ー、とマイク端子のとこにズボってこう刺すタイプなのでええー、これはいい。 全然外れない。あの、なので、風貌に関しては、まあ、圧倒的に、あの、ラック150の方がいいあの、使いやすい、あの、という差がございます。まあ、音質についてね、あの、最後まとめますけども、ロードのワイヤレス号も、えー、ラッラ150も、まあ、同じ音っつっていいと思います。まあ、僕らこういう、 あのプロ用のヘッドホンでシビアに聞けば多少差はあるんですけど、あのそれも好き好きレベルなんで、ええー、どっちがいいのってのどっちでもいいよっていうぐらいの感じです。なのでマイクの性能はね、まあ、ピンマイクですけどもピンマイクあーあああああ。 ね、ちょっと指向性がありますからラーク1 5 0ね、えー、ぴっちりあの口の方へマイクの方向を向けてないと音質が下がります、ね、その分周りの残響には強いので、えー、ベタベタなマイクがついてますねなかなかいいマイクだと思います若干軽めの音ではあるけどもまあ聞きやすいあのとても聴きやすい音ですからね、あのー、いいと思いますで 指向性があるっっててこことととははどういうことかっていうともういかもつ利点は複数の喋り手だからこの場合は2人が対談するような時に自分の声が相手のマイクに入ってしまってあのエコーが起きちゃうんですね複数マイク使うとねこれはどんな性能がいいマイク使ってもそれは出ますなのでそれが若干こっちのマイクの方が軽減されるんじゃないかなと思いますちょっとワイヤレスーのマイクもちょっとやってみようかな。 <laughs> まあ無っって言って言ますあーそうね無指向性だねこっちのマイクはねあのワイヤレス号のマイクは無指向性なんで、えー、セッティングは楽多少角度が違っても同じ声になりますさっき違ったでしょあのどんなマイク角度でも相当、まあ、う真裏真裏でもそんな変わんないねあの真横あ変わんないね ななのでで使いいいやすすマイクあの失敗がないですよ適当につけて暇がっちゃったとしてもそんなに音質が変わらないのでまあ素人向け素人向けマイクですねでこれは1万円で買えてえっ、ー、とえっ、ー、とラーク150にも多分つきますからちょっとつけてみますねはいこれでラーク150にワイヤレス号のマイクをつけましたけどまあこれ当然ながら使えますなのでまあ要するにマイク付属のマイクは えと素晴らしいあの世の中に数少ないカーディオイドマイクあのカーディオイドマイク1万円ぐらいしかねあの世の中で売ってるやつはゆい俺知ってない1機種ぐらいしかこう,こういうのにつけられるの1機種ぐらいしかないんだけどあのいやーラーク150いいよね。でまあ、えー、これ今ワイヤレス GO の1万円の、えー、とラベリア GO っていうのかなあのこれ1万円のマイクですけどこれはこいつにも今使って。 使えてますな,あのなので、えー、ともし仕込みマイクって言って、あのー、役者の体の中服の中に入れるんだとこのマイクはべっこんと,とこんなこんな細いですよこんな細いの、あのー、マイクがねなので仕込みをやるにはこのマイク最高このマイク最高よくしょなので、えー、とそういう用途の人はこのホリランドのマイクに あのセットにこれをラベリアだけ買ってもいいいと思いますよワイヤレス号との比較でいうとまあ、ホリランド非常に、えー、使いやすいうん。から付属マイクの性能も非常に高いちょっと若干外観とか安っぽいんだけどで性能としては十分あのプロ級の音が出ています。ということで最後にですねこのえっ、ー、と受信機について、えー、ちょっと詳細をご紹介したいかと思います。 でねえー、とさっきも紹介しましたが、えー、とこの、えー、と送信機2つあって送信機マイクから送信機送信機から受信機までの音量は固定されていますので触れないんですけどもここについてるノブで、えー、とボリューム調整ができますこれ出力ボリュームになりますねで出力ボリュームが、えー、と両方任意にカリカリカリってやってこれ非常に便利それからボタンを押すあああ ミュートボタンなので2つあるときにいらない方のマイクをポッと消すことができますで消してみますすごい言ってることわかるもう一回やりますあああああああの自然に音が切れて自然に音が戻ってくるでしょこれね実は非常に重要ですあのミュートボタンを押すとパチン パチンとかそれから入ってくる音が急に「あ」ってでっかく音が入っちゃったりするしがちですけどもこのミュート機能はすごいプロ仕様あの要するに録音中にまあ撮影中にボタンを押しても嫌な「プチン」とかっていう音が入らないし次の音が入ってくるときも自然にスッてこう立ち上がってくるので非常に使いやすい。ボリューム調整も簡単 ここの値は、ここに、あの、レベルメーターがね、見えていくかなえっ、ー、と、あああああ、見えてるレベルメーターがあるんだけども、レベルメーターは、あの、要は、マイクから送信機、送信機から受信機までの固定の値が出てるだけなので、このボリューム変えても、さっきも言ったけども、変わらないので、えっ、ー、と、参考程度、要するに声がちゃんと入ってきてるよねっていうことが分かる程度の話。で、ここのレベルがあんまり振らない場合は、 演者に出てる人にもっと声でかくしてって言えばいいぐらいの感じのボリュームで実際の,あの音量調整はここをひねりながらカメラ側のえっとメーターで調整するっていうことになりますでえっと次にですね今これえっとモノラルって入ってきた音をえっと2つのマイクをミックスしてカメラに送っていますでこれ長押しすると えっとこれでセーフトラックという形になって今聞いていただいている音はセーフトラックで入っていますセーフトラックって何かっていうと同じ音をボリュームの調整値で出力しているこれで今左側の音は、えー、っと無調整の音っていうかごめんなさいこの,この調整した音で皆さんのとこ行っていて右チャンネルはそれより6デシベル低い音で右チャンネル行ってるので皆さんあのステレオで聞いてる方は左右の音の大きさが違うと思います。これ 非常に便利で、急に「ああ!」とか叫んでもえっ、ー、と肩チャンネルがレベルオーバーしてももう肩チャンネルの方はえっ、ー、と生きているっていうことなのでえっ、ー、と1個のマイクだけ使う場合ではえー、これいい感じで2つのマイク使ったらどうなるのっていうんでちょっと2つ目のマイクを。 で、二つ目も入ると、ミックス、二つのマイクがミックスされて、レベル高い方と低い方と、二、えー、つを取ってくれます。なので、二人運用の時はミックスされちゃうけど、セーフに取れるっていう、えー、機能があります。セーフモードから、えー、ノブ、長押し。これで、今、ステレオモード、二つのマイクをですね、あの、別々に、えー、右と左に振り分けているので、まあ、 2人の人が喋ってる時に後で編集時にあの右の人の声だけ左の声の人だけを調整することができるのでまあそらく私はこの、えー、とステレオモードにしてカメラにステレオで録音して、えー、後で、えー、と左右のと分離。 してえー、と編集に使ううっていう風なやり方をしますなので3つのモードねモノラルモードはこれで、えー、とモノラルモードになったんですけども2つのマイクを1個にガチャンコーンして入れるだからカメラ側がモノラル入力しかない場合はこれを使えばいいですね。で編集手間かけずにも、えー、ミックスして音でいいよっていう場合であれば、えー、これでもいい対談の時に聞いてみてあんまり違和感がなければこのミックスモードで全然いいです。あの あの成,立成立しますそれからさっきのセーフモード、まあ、対談とかなんとかもうみんなこのセーフモードで撮ってでステレオ入力のあるカメラであればあの失敗のない音が撮れるので3 2 b i t 録音もいいんだけどこっちの方が簡単なんで、えー、とこのやり方もベターなので、えー、このセーフモードで撮るっていうのがベターだから一人だけをあの取材してねインタビューするような時にはこのもう絶対セーフモードにしとくのがよろしいかと思います。 で、えー、最後に、えっ、ー、と、ステレオ、左右を別々に撮るよと。で、当然ね、ステレオなんで、このマイクにこうやって立てて、アンビエント、つまり、えー、環境音をステレオで撮りたいときには、この受信機をですね、2つ並べて、ちょっとやってみようかな。これで、今、ステレオ録音。あー、どうあー、まあ、これ、あの、カーディオイド、あの、指向性のあるマイクなので、 えーと、こうやってやるとああだからこれねステレオペアとしてあのえー、屋外で、えー、自然の音を取るときこれを2つなんだろうえっ、ー、とこんなこんなよっこらせガチャコンガチャコンうるさいなよっこいしょあこれあのここのクリップはここ後ろねあのこの 送信機のクリップはですね、よ、よ、よ、送信機のクリップはですね、あのー、これね、ペコンペコン繋ぐやつは、ホットシューっていうか、コールドシューのところにこうやってね、付けられますので、ほら、こうしたら、ステレオペアマイクの、ステレオペアマイク、あー、の完成。まあ、ちょっとこれ、間が狭すぎるんで、あの、効果的なマイクにならないけど、こんな風に2つマイクを横に、まあ、物差しでいいんだよ。うん 物差しにペコンペコンって挟んでやったら自然の録音する時にもう A でで、これがワイヤレス GO2 と違うとこはここでえっとボリューム調整できるので左右の音の大きさのねなのでアンビエント撮る時も絶妙なステレオ感をこれ,これで作れるので意外と万能選手でございます。 ということで最後の最後、まあ、さっき最後って言ったけど本当の最後の一説明でございますけどこの充電ユニットのお話をしたいいかと思いますで充電ユニットには中にバッテリーが入っているので、えー、っとこの、えー、受信機今電源入りっぱなしですけどこれをこのままバチコーンって刺しますでこれ磁石でつくのでこうやって逆さまにしても落ちてこないでしょで同じように送信機も、えー、バチコーン、えー、それからこっち側にも リリよっこ,しょこっち側にパチコーンってうやって入れるとメーターの中見てる今、えー、とここのレベルのところバッテリーの残量表示がちょっとオレンジ色になってるけど使ってるよっていうまあいっぱい入ってるけど使ってる今充電中だよっていうのが出てこれ入れるここにパコンって入れた段階で今切れましたけども充電が始まります。で要するに電源のオンオフをしないんですよ本体の。こっから ペコンって取り出してペコンってこうか1個だけこうやって取り出すとこれで勝手にもうペアリングして、えー、とこの2つが稼働します。このうんということなので電源切らずにこのままペコンペコンって中にしまうこれだけで、えー、と充電が始まって電源が切れます。すげえ楽すげえ楽。あのー、これだとしまっとけばいいだけなんでね。でここに 残量表示充電してますよっていうのと残量表示が出てんでここが黄色とか色に変わったらあの本体後ろに u s b えー、c u s b c のバコーンって立つだけで充電できちゃうんでこれで終わりでえっ、ー、とじゃあこのマイク類ケーブルとか、えー、付属ケーブルとかえっ、ー、とこのお、ま「おマイク様おマイク様どうすんの?」ってなるとこれさっきの ケースの隙間に入るのかなと思ったらケースの隙間には入りません。あのえー、っとこんなもんで、えー、っとどこ行っ,ちゃったっけ袋が、えー、っと付属に布袋がですねついていて、えー、その布袋に入れて持って歩いて、ね、あ布が当たった,たこ,のこの布袋がついておるのでこれに、えー、っと付属のマイクやらケーブルやらをバカボンバカボンと入れてこれね ほんンンンと入れて運んでちょんまげらということで結局セットはこの二つを持って歩くまあこれ自体ねまあまあ重たいまあまあ重たいうん 300g ぐらいあるかな,なんかねまあまあ重たいということでえっ、ー、とまあ普段ねえっ、ー、と持ち歩いてカバンの中にこれ入れていくのはどうなのよってなると結構 重たいわ結構重たいあのこれごと持ってっちゃうとねカバンの中これレンズ1本分ぐらいあるからそれだとしたらワイヤレス号2つの方がこねこれワイヤレス号ちょっと黒いのも持ってるんですけどこれ2つの方が軽いよねって話になるのではる、えー、かさん両方持っていくからその都度じゃ軽い方持っていけばいいかなって気もするんだけどじゃあ先ほどのこいつね当然電源ボタンついてるんで、えー、と電源ボタン切って。 えこれだけ持っていくっていう考え方も当然これだったら超軽いからこ,これでワンシェット、あのー、これ持っていけばええじゃんっていうことも考えられますただこいつが3時間半ぐらいしか実質持たないらしいんでえー、っとちっちゃな取材ね1人インタビュー2人インタビューぐらいであればまあ全然いいんじゃねえのという気がします。あのー なのでその辺は、えー、と皆様の使い勝手のいいところで。ということで、えー、最終的に、えー、ワイヤレス GO2 買うか、えー、この、えー、ホリランドラーク1 5 0を買うかという選択の、えー、答えを言えばはるかぜ涼し的に言えば、えー、こっちおすすめあの音質は一緒。 もう全然変わんないあのー、使い勝手はこっちの方が非常にいいので、あのー、こっちがおすすめただし電波が切れて泣、えー、くかもしれないっていうことを考えるとワイヤースの方がベターでどっちにするかは、えー、皆様の,その、えー、仕事の性質によるかな。はるかぜすずしのように必ず耳で聞いて。 えと録音していいいるででであればこればでこいいですなぜなら切れたら「ごめんもう一丁!」ってもう「もう一回やって!」っていうことが言える環境であれば全然これで OK だけどワンマンオペレートで音まで気にしてらんないよともう音はもう機械に全部任せたいよということであれば全然安全になっちゃうので、えー、とそこら辺は安全になっちゃうので。 皆様の判断にお任せしますなので、えー、とガサガサどんどんどんすごい素早くぴったり調整みたいなことはこっちの方が一枚上手だけど、えー、安全なのはワイヤースゴー2でワイヤースゴーの1はアウト、あのー、一番危険なねあの電波は飛ばねしえし、ー、音聞かなきゃいけないからね。 なバイアス5の1を買うんだったらこっちだって同じ値段であの2チャンネルマイク付きだからねあのっていうようなきます。ということで久々の音の話超長話でございましたけれどもいかがだったでございましょうかぜひチャンネル登録いいねをしていただいて、えー、あとの春風涼しが女優と喋ってるとかいろんな。 わけのわかんないものを聞いてお楽しみいただければと思います。時々いいことを言う、えー、プロ録音技師、春風鈴木でございました。じゃあね